まあね今月は。あ、そうか、まあ、5月、お互い5月だから ね。まあ我々誕生日迎えまして、ピーちゃんが56歳、いや、まあ、私は51歳とね、え、まあまあ正直めでたくもなんともない、なんともないね、本当にもう何の心の動きもないね、もう本当に何だろう、そう、11月26日から27日に変わったのと同じだわ、俺。俺も全くそうだ、ね、11月26日からそうでしょ、その日と一緒だよね、変わったのと同じだね。なんかやったの、こう誕生日。いや別に何も仕事だったしっていうか、いやもちろんね、もうありがたいことは大前提で話をするよ、ね、そのもうなんかほら、お誕生日おめでとうございますみたいなメールとか来るじゃん、 LINE とか、もう本当はもうごめんね、わざわざご丁寧にありがとうっていう気持ちはあるんだけど、何ラリーもしてくるバカいるじゃんか。そうなの。おん、いやいや、もうね、あ、もうお誕生日おめでとうございますなんて言ってね、あの、くれぐれも体気をつけて良い一年なさってくださいなんていうのが来る。あごめんね、わざわざご丁寧にありがとうね、あの、君もくれぐれもコロナとか気をつけてねとか、例えばじゃあ返しますね、ところで今日は何なさるんですかみたいな。うぜえ、いやいや仕事だし別に何もしないよみたいな、あら、そうなんですね、じゃあケーキも食べないんですかみたいな。いや、どうかな、それはあのね、ケーキはひょっとしたら、まあ、あの奥さんが買ってくれてるかもしれないけれども、ね、みたいな、あら、じゃあご家族で楽しいお誕生日ですかねなんて、うん、まあ、そんな感じ、まあ、もう面倒くせえからさ、そんな感じかななんて言って、でね、来年は、ね、コロナも明けて、なんかこう楽しいお誕生日が迎えられるといいですね、なんて、あ、そうだね、早く収まってほしいね、なんて言って、本当に今何も楽しいことないって、うるさいわ、お前みたいなさ、すごい。いや、お前ね、いや、悪い、ありがたいんだよ、最初のメッセージくれたのは。でもね、悪いけど、こっちは何人からか、まあ、来てるわけじゃん、スターだからね、スターではないんだけどね、でも、まあ、ごめん、じゃあぶっちゃけたりすると 4,50 人くらいは来る。え、何人ぐらいなの、おめでとうございます。いや、来ない全然そんなの。いや、お、来ないよ、そんなあなたに俺の今の話分かる分かるみたいな顔しないでほしい。じゃあマジ何人おめでとう。いや本当に来ないって。本当だって一人も、うん、だって俺は別に俺が誕生日それほど祝ってもらいたくないっていうの散々いろんなところで言ってるから。いや俺も言ってる散々、うん、そこはだから五分よ。だまあそれと友達がつけるあるんだろう。まあそりゃそうだろうな、だってお前ぐらいしか、だってメール4,50人はすごくない。でもいや、まあ、いやもう、いやいや、うん、そうね、そんぐらい多分来てんのよ。いや、それは芸能人。いや芸能人から来ることはほぼないね。え、誰から来んの。まあ例えばここで言えば菅さんとか。ああそうかそうか、うん、菅さんは俺メールとか知らないから。あ、そう、だから俺知ってる人が少ないんだよ多分な。まあまあまあそうかもしれない、うん、そのメールアドとかをね、うん、俺横山から来た、広島の横山。いいわ、思い出したように言わなくて。え、公共の電波を使って、うん、いやメールで、あ、メールで、メールで来た、横山と沖縄の横ちゃんから来た。全部ラジオつながりだろ。いやだからほらね、アスリートとかがさ、じゃあ例えばオリンピックで金メダル取りましたとかってなったら、いや大変だろうね、祝福の LINE とかメールは本当何百件すいませんまだ見てないんですよなんていう人もいるじゃん。いや俺そういうスカタンが多分いっぱいいると思うよ。いやあの場面すっごい感動したよとか、何ターンもね、あの時どんな心境だったのとかさ、もうお前やっかましいなっていうやつ多分いっぱいいるだろうね。確かにあの田中がやっぱりあのマー君に、あの楽天戻る時に戻って向こうから来たってさね、でもね、それはそれで返したって言ってたけど、あんなの大変だろうからさ、あそこまで行くとさ、多分楽天をまた帰ってきておめでとうみたいなのがブワーッとくるんだろうねきっと。だからそういう意味ではもう何だろう、いや例えばツイッターとかさ、なんかもうブログみたいなんで、もう皆さん宛てにでドーンと一回出すだけとかの方が楽でいいのかもしれないね。そんな50人か、それすごいな。
え、それ2人、それすごいな、ある意味。